こんにちはまあ人の命っていうのは失われてかの方がまあ価値を高めるっていうこともありますねうんまあでも人って死んだ後ってほとんどの人は忘れられていて誰からもその価値をね膨らましてもらえないっていう寂しさもあるんですよねまあですんで人はあれじゃないですか生きてるうちにことを成してそして自分がいなくなった後もその精神を志を語り継いでもらいたいとかね引き継いでもらいたいっていうふな 思いがあるんじゃないかなと思うんですよだって私は必ずしもこれがねあ癒やしいことだとか変なことだと思わなくて人間の進化するべきこれ欲求だと思うんですよ誰かが言葉や文字ってものを作ったと思うんですよ発明したと思うんですよで、それが次の世代にもその次の世代にも広がっていって今私たちは何不自由なく言葉が使えて記録が残せるっていうことがありますよね でもきっとこの言葉や数字とかを編み出した人って近くの人にね伝えたは伝えたけども多分その名前とか思いってのはどんどん薄れていってなくなってると思うんですよ。まあそれでいいのかなと。本当に大事なものっていうのは誰かが誰かの名前で独占するようなもんじゃなくって普遍的に誰が考えたかわかんないけどこれすごく便利だよねこのおかげだよねみたいになってる方がまあちょうどいいのかなと。 だから多分言葉や数字ってあのパテントがないんでしょうねきっとねでも電気とかガスとか最近発見されたものや流通したものって全て利権がついてるんですよね、まあ、それがいけないってわけではありませんけども本来地球上で生まれたものは地球上で生まれたものに共有財産として認められてもいいんじゃないかなとそれが一定のルール、うん、権力とか商売とかスキル、うん、好き好みみたいな そういったことでね、えー、分けてもらえる人と分けてもらえない人ができちゃうのが、まあ、今の世の中じゃないかなと思うわけなんですよね。全ての格差っていうのは、誰かが独占したことによって起きるのかな、もしくは過占したことによって起きるのかなと思いますね。で、今回のテーマは過占ですね。独占することってほとんど不可能なんで、過占状態が今渦巻いてるっていうことなんじゃないかなと思います。いたし